皆さんこんにちは、よしき原田です。今日もですね、最近ですね、私 YouTube を見ててですね、所ジョージとかね、その辺が YouTube でなんか才能をね出してなんかいろいろやってるんですけどね、結局ねこの辺がですね中国人なんですよね。はい。でこの辺のお話をちょっとねしたいと思いますね。はい。所ジョージっていうのはですね、愛新神楽溥儀に似てるんですよね。愛新神楽溥儀っていうのはですね、中国のね、ラストエンペラーですね。で、秦の始皇帝、ラストエンペラーで、はい、中国のね、トップですね。イルミナティのトップ。ね。それの、子孫のところですね、所ジョージ。ね。で、たけしとね、所ジョージ、仲いいですよね。世田谷ベースとか言ってね、所ジョージの、ところで遊んでますけど、たけしが趙少林ですよね。趙少林っていうのは中国人で、中国のね、マフィア、審判ですね。審判の趙少林の似てる子孫ですね。たけし軍団のガナルカナルタマがですね、高機嫌ですね。これ高機嫌似てるっていうのは審判です。中国のマフィアの三大ボスですね。の高金源。で、この辺が、中国人で、タッグを組んでたんですよね。はい。ですから、この辺がですね、仲良くですね、所ジョージのとこに集まってね、話したりね、やってるんですけど、これはもう中国人ってことですよね。はい。でですね、なんでね、こんなね、中国人がね、日本に入ってるんだ。いつから入ってるんだっていうとですね、第二次世界大戦ですね。で、日本が負けたわけですね。日本が負けたっていうのはですね、天皇家が負けたわけですね。はい。で、天皇家に勝ったのが反天皇勢力ですね。アメリカ、イギリスとかいますけど、中国とかね、ミャンマーとかですね。天皇以外の勢力、反天皇勢力ですね。で、彼らは仏教を使って悪魔崇拝をしている。イルミナティですよね。そっちが勝ったので、日本にね、自分たちの子供を送ってですね、産ませて、で、その人たちが今の日本を支配してるわけですね。芸能界だけじゃないんですよね。ね、例えばその芸能事務所、テレビ局、ね、あとは公明党で創価学会ですよね。事務所も創価学会ですよね。創価学会というのは池田対策で、池田対策もまた中国人、高金元に似てますから。ね。もう75年前、戦争に負けた時から、中国人がね、日本に入ってきてるんですね。で、中国人が日本人のふりして大金持ちになって、遊んでるわけですね。で、それをもっとひどくやろうっていうのが、今の状況になってますね。はい。で、その高金元ですね。高金元は、中国マフィアですね。これは池田対策に似てる。宮崎駿にも似てますね。映画のね、宮崎駿。ね。スタジオジブリの社長が創価学会ですけど、宮崎駿がもうまさに池田対策の子孫と言われますね。はい。で、平成フラミンゴ、今お笑いで YouTuber になってますけどね。これも池田対策に似てるわけですね。で、木梨憲武ね。木梨憲武も世田谷ベースで所ジョージのところに来てますけど、これがね、リー・シェンロンですよね。の子孫。自転車屋の子供だって言ってますけどね。それは多分養子にリー・シェンロンの子供をその受け取ってるわけですよね。自転車が。はい。それで、大金持ちになってるわけです。はい。で、小池百合子ね。東京都知事のね。小池百合子っていうのは、佐賀広っていう人に似てるんですよね。で、佐賀広っていうのはね、愛新神楽溥傑の、と結婚してるんです。愛新神楽溥儀の弟だったかなと結婚してる。結局中国人なんですよね。だからこの辺も繋がってるんですよ、全部ね。はい。だから、所ジョージなんかちょっとオシャレだし、なんか才能もあるし、面白いし、とか、ね、思ってる人も多いと思うんですけど、中国人ですよね。あと、福田萌衣ね。福田萌衣。中田敦彦と結婚したね。福
福田萌も福田康夫に顔がそっくりで、自称ですね。はい、似てますよね、顔がね。うん。あと YouTuber 中町兄弟ね。これもまあ中国人。自分でもう中国語を喋ってますけどね。もうバラしちゃってます。もうバレたから。もうここまで来たら、もう、やっちまえって感じでしょうね。それでまあ日本を乗っ取ろうという感じでしょうね。うん。まあそういうことですね。まあ安倍晋三とか、麻生太郎ですね。麻生太郎は天皇系ですね。で、安倍晋三は朝鮮系ですね。まあ、この人たちがもう決してですね、中国人一色にするところですね。はい。まあ、このような感じでですね、はい。うん。まあ、今、勝ち残ってる芸能人とか、ね、企業とか、政府とかね、もう中国人一色になっているわけですね。はい。それで、まあ、中町兄弟とかね、あの辺は中国語を喋ってますけど、はい。もう、ここまで来たし、うん。もう、だいぶバレちゃってしまったけど、ね、もうここまで来てるから、もう大丈夫だろうって感じで、もう中国人もガンガン入ってきてるし、うん。それで、まあ、これで、中国人が日本に住むと。で、日本人はどんどん貧乏になって、すぐに追いやられて、ね、中国人が日本を乗っ取るって感じですね。はい。まあ、それで、まあ、中国人、うん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 。ね。まあ、ですから、私も YouTube 見ててね、思ったんですけどね。ね、やっぱり中国人ですよね。やっぱみんなね、所ジョージ、たけし、木梨のれたけとかね。ね、つるんでますけどね。まあ、中国人の、ね、まあ、トップ、イルミナティのトップですよね。安心カメラ、フリとかね。はい。あと、超勝利とかね。うん、あとダウンタウンのハムですね。ミャンマーのね、アウン・サン・スー・チーのお父さんに顔が似てるわけで。そう。だこの辺がね、あんま仲良くないかなっていう感じがしますね。中国人じゃないから。ね。だ、ハマダはミャンマー人だからね。うん。だから中国人のグループとはまたちょっと違うのかなっていう感じがしますね。はい。まあ今日はまあこのような話でですね。はい。ね。うん、日本人の芸能人の重鎮と言われている人たちが、中国人なんですね。日本生まれの中国人。ね、彼らは裏で全部繋がってます。という話をしました。はい、ありがとうございます。